はい、レオンチャンネルです。今回はデモンズドライバーのゲノミクス表示検証ですね。まずは本レビュー時に本編でデモンズが使ったバイスタンプを使用してゲノミクスやりましたが、本体からスタンプ音も鳴るし専用絵柄もディスプレイに浮かび上がってましたね。なので現状存在する様々なバイスタンプを読み込ませてどこまで対応してるかどうか検証確認しましょう。で、まずゲノミクス検証の前に本レビュー時にご指摘があって、スパイダー以外のバイスタンプで変身すると変身音変わるんだって。説明書に載ってないよね。なんでレックスでディール、あ、表記も LED 表示も変わってる。これがスタンプを変えても共通の別の変身音ってこと？あ、すごい。で、ジャッカルだ。こういう風にも遊べるんだ。有能だな、君は。じゃあゲノミクス検証いきましょう。完全にゴーリラだ。マンモス。マンモスの牙あるね。羽ばたいてるし。ちゃんと2色になってるもんな。4つ読み込んだんで必殺。コンク、マンモス、イーグル、ジャッカル、デモンズレクイエム。すげえよ。絵柄全部ちゃんと変わるよ。結構ね、パープル表示。ここはグリーン表示なんだね。ちゃんとこうサメってわかるもんな。セリフ部分のみ変わって、それ以外の爆発エフェクトとかは同じものですね。じゃあさあ、次ライオンプラスこのレックスモチーフ3連続いこう。色変わるだけか同じ表示になるか。たてがみあるね。で、普通のレックス。はい、ここはレックスでピンク。トイザウルスはどうなる？お、初のアナザー。なるほど。全認識ではなくて、こういう風な表記の場合もあるのか。じゃあ、バイスカラー版。あ、普通のレックスと同じ扱いだ。ライオン、レックス、アナザー、レックス、デモンズレクイエム。こうなるわけね。そして、アナザーはレックスと形は一緒だ。じゃあ次はバッタとネオバッタとか、
絵柄変わるかどうか。バッタゲノミクス。バッタでしょ。ネオバッタなるじゃん。バット。バット。ゲノミクス。お、かっこいい。コウモリの正面だ。コンドル。これはここでもイーグルの色違いだね。バッタ、ネオバッタ、バット、コンドル、デモンズレクイエム。バッタ、ネオバッタは明らかに色違いだ。ここのレリーフ形状は実は微妙に違うんですが、デモンズドライバーの LED 表記は共通と。あとは変わり種の大当たり。おめでとうとかは、あ、レックス扱いか。中国限定のマンモス。通常のマンモスと変わりませんね。なるほどね。この形のバイスタンプの連動はこんなところかな。じゃあ特殊系、この辺の3つがあるわけですが、まずバリッドレックスはそもそも、あ、入るね。全然入る。レーンにもハマる。ボルケーノは、あ、ボルケーノもレーンハマるんだ。ここは干渉しないようになってる。ローリングはもちろん見るからにハマんないもんね。これでも強引にまた赤外線操縦信できないかな。じゃあゲノミックス行こう。まずはバリッドレックス。エクストラゲノミクス。新しいエクストラゲノミクス。ってことはこっちもか。一緒だ。いけないかな。いけないか。あー、ダメっすね。上も下もダメか。ダメだ。ローリングできず。って感じでございました。エクストラエクストラで LED 多色発光で表現でしたね。はい、これで様々なバイスタンプを使ってゲノミクス検証をしましたが、すごい結果になりましたね。ほとんどのバイスタンプで共通じゃなくて個別の LED 発光表現がありましたね。同じ形状の最強生物モチーフでありながらも、スタンプ名もここの色も変わってましたね。あとパワーアップ系はエクストラで特別な発光してたし、やっぱ全方位においてデモンズドライバー優秀すぎる。とりあえずゲノミクス系のバイスタンプとか、あとアマゾン限定のバイスタンプ、まだまだこの形状のもの発売しますので、今後も遊びの幅広がりますよね。っていうかデモンズ結局最終変身者誰になるのかな、ヒロミに戻るのかな。以上、デモンズドライバーのゲノミクス検証動画でした。